ジョル株は、ホンダ技研工業が、かつて製造販売したオートバイである。1999年8月4日、発表、同月5日発売。1992年から製造販売されていた、排気量 49cc の2ストロークエンジンを、搭載するジョルのが、1997年に、同社のオートバイエンジン4ストローク化方針により、 フルモデルチェンジされることとなり、1999年6月に販売開始したジョルノ・クレアと共に後継とされたモデルである。レトロ調、メットインスクーターとして、好評を得ていたジョルノのコンセプトを継承したモデルであるが、先行販売されたジョルノ・クレアが、無断変速機を介したベルトドライブによる通常のスクーターとされたのに対し、開発キーワードを 既存のスクーターとは異なる。操る楽しさと乗る楽しさの創出とした本モデルは、パワートレイン二動車が製造する、スーパーカブの空冷4ストロークサイチェシー、単気筒エンジン並びに、自動延伸クラッチによる、停車時のみ、ロータリー式となる常時交互4段、マニュアルドランスミッションを搭載した点が、最大の特徴かつ相違点である。ジョルカブ形式名 AAF53。 社名はジョルノの車体とスーパーカブのエンジンを組み合わせたことによって創造されたものである。このため車体はベースとなったジョルの並びにジョルのクレアとほぼ共通であるが以下に示す本モデル独自の構造がある。搭載される AF53E 型エンジンは基本設計をスーパーカブ用 AA01E 型と共有するため、 内径 X 工程イコール39.041.4圧縮比 10.0PB3K キャブレター、CDI 式マグネット点火装置など共通であるが、本モデル用にチューニングを施し最高出力 3.9PS7000rpm、最大トルク 0.41kgm5500rpm のスペックを達成。始動方式はセルフキック併用式であるが、 メットインスペース確保のためにスターターモーターを下部に移動させる設計変更を行った。またジョークもベースモデルに合わせて手動式とした。サスペンションはフロントがボトムリンク、リアが一般的なスクーターで多用されるユニットスイングではなく動力伝達を通常のオートバイと同じチェーン駆動とすることからスイングアームとしたほか、 キャスター角26度30トレール 67mm に設定する。タイヤサイズは前後とも80、100から10で、ブレーキは前後とも機械式リーディングトレーリングであるが、あとブレーキ操作はスーパーカブの右足ペダルではなく、一般のスクーター同様に左手で行う。この他、メーターパネルにはニュートラルと4足走行状態を、 表示するポジショニングランプを設置する。日本国内販売計画1万5000台、燃焼費税抜き希望小売価格18万9000円以下の車体色を追加生産終了。ありがとうございます。